こんにちは。クリス・ジャーガンセンです。よろしくお願いします。バンド紹介したいと思います。On the bass, the handsome and talented 藤沢健一。On the drums, the handsome and talented 星山哲也。そうしたら、今日のホストは私です。クリス・ジャーガンセンです。ギターとボーカルです。Thank you.
You know that fate's an awful thing. Well, have fun while you can. You know that fate's an awful thing. Fate, well, who thing? No, that's your. Let them know. That's why I like to sing.40,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 
その、あの辺ちゃう？そのことと思います。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ次の曲、全然違う見た目のやつやりましょう。はい、いくで。
を引きすぎ中の問題ね。引きすぎ中。はい。今、アル・グリーンの Take Me to the Moon の曲、1968年、知らん。知らない。多分そのくらいと思うんだよ。70年、60年、80年、そのくらいと思う。はい。じゃあ、何これ見て。みんな1ミリのやつやってるよね。ドラムの人しつこいね。なんかスネアドラムがちょっと左右の2センチぐらいなんかないとダメとかなんかやったよね今ね。じゃあわかんないけどなんかレッドハウスしようや。僕はね1964年生まれたんですけどみんな計算してると思う。そうなの。60歳なの。今年はね、みんな計算したと思う。ね。いや、まだ60になってないよ。まだなってないんですけど、いいか悪いとか、このっていうのはあるやけど、僕の家族の中で、男性の方60歳行くのがないの。はい。そう。みんなもう死ぬの、早めにね。俺が60歳行ったら、なんか120いける気がする。うん、そうなの。だから、でもあと何ヶ月？今何月？ 5 月？ 5、6、7、8、9、10、あと7ヶ月で60になる。はい。だからある意味で、僕は生まれた時はね、まあ64年ね。だから思い出すと、最初見たの映画が2001年宇宙の旅。今も覚えてる。なぜかあの時代は頭の中宇宙しかなかったみんな。君たち知らないよ。まだ若いから。60年、8年も宇宙なの。生まれてないもんな俺。生まれたいの。ね。で、そうしたら、その次の映画見たのはビートルズのイエローサブマリンの映画。はい。その時代です。で、そうし、なんでこの話してるの？ポイントあるの？あ、そうなの。だから僕ギターが始まったらだいたい76年ぐらいかな、ね、でみんな知らないと思うけどジミー・ヘンドリックスが67年でデビューして70年で死んだの。3年しかないの。あのぐらいなんかイメージあると思うけどなんかキャリアが長くレコードいっぱいだ。そんなことない。3つしか出してないからね。はい、ミートしかないの。その後いっぱい出たけど全部嘘のやつ。死んだ後に出てる。そうそうそう。なんかみんな偽物のやつね。偽物の。ジミーヘンなんか演奏してるけど、まあバンドジプシーがライブのレコードあるんだけどね。それがまあ一つのその三つ四つのね。だけどでも言っても僕六年ぐらいギター始まった時ジミーヘンリーはまだなんかすっごい有名だったの。そう、だからジミー・ヘンドリックスから逃げられへんだったの。じゃあ、レッドハウスやりますね。B だよ。はい、1、2、はい、E、OK。Thank you.
1991 and days. Wait a minute, something's wrong. You know my key don't unlock this door. I got this real bad feeling. Well, that my baby don't live here no more. だいたい毎回やるときキモいの、はい、このバンドやるってキモくないの、だけど嬉しいの、このバンドやるのが OK なの、それは光栄だ、光栄です、はい、プレッシャーかけてるけどキモいが好きじゃないの、キモい、はい、このバージョンが僕らやるとキモくないだからいい、はい、じゃあ行くで、行くで、One, two, one, two.
can't do it by myself. You gotta help me, baby. I'm gonna find myself somebody else. I might have to sew, I might cook, I might mop the floor, but you help me, baby. I can't do it by myself. If you don't help me, pretty darling, I'm gonna find myself somebody else.
サニーボーイ・ウィリアムソンの Help Me 助けてのやつね。途中で彼が言うのに I might have to wash 洗濯物しないといけないかもよ。あのなんでソーイングは何やの日本語で忘れてる。なんか裁縫服直すのね。そうそうそう、なんていうのそれ。お裁縫。お裁縫。35年ぐらい日本するって初めて聞いたの。クックは料理するとか、まあお掃除だよね。でもなんか助け、あの一緒にやりましょうよ話やね。まあ結論言うと嫁さんにうまくいってないことよ。結論言うとね。はい、じゃあはい、じゃあゆっくりのやつやりましょう。はい、今日はあの初めてこのバンドやる曲、うん、はい、なんかちょっと違うな、うん、なんかハードハンドやりましょう。あ、いい。それであのちょっとハードハンドやってそれで休憩します、はいはい、次 の, あのセットはね盛り上がる曲いっぱいあるから、ね、これちょっとまあまあ盛り上がるやつだ、ね、この曲も僕ら初めてだよね。あ、一緒にやるの初めて。初めて。これはオーディス・レディング。オーディス・レディング、発音いいでしょ。発音オーディス・レディングね、の曲やります。なんですけど、オーディス・レディング、は彼もジミー・ヘンリックスと同じ27歳で死んだの、はい、だからね、あのエクソのことありまして、オーディス・レディングのいい曲非常に多くて、うん、その、曲やります。Hard to Handle が、まあ、ナンパの話やね。そう、ナンパのやつね。はい、じゃあ皆さんナンパしましょう。
球星山くんがなんか僕もう一回やるんちゃうのかなと思ったよ。でそれ聞くんだったんだ、ね、よくわかった、まあ、年取ってるけどちょっと大人しく行こうかな。はい、じゃあちょっと休憩してあと何分ぐらいわかんないですけど戻ります。よろしくお願いします。素晴らしかった。何やってんの？興味あるの？レジェンド。歌物。歌物のね。濃いやつ。濃いやつ。その濃いやつ。Shape I'm in, I can't sing, and pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, cause you might not get the answer that you wanted to. Thank you.
He said, stick by me, I'll be your guiding hand. And don't ask me what I think of you, cause you might not get the answer that you wanted to. いつもなんかよくわかんない、終わってるか終わってないよくわかんないやつだよね。はい、これは Fleetwood Mac。 Fleetwood Mac はみんなどこまでご存知わかんないですけど、 Fleetwood Mac はねバージョン2つあんねん。イギリスのピーター・グリーン、緑ですよ、ピーター・グリーンが入ってるの、バージョンがあるの。ピーター・グリーンも素晴らしいなブルースギターズなんですけど、これ3年前ぐらい死んだんちゃう。うん、でそこからアメリカ人2人入れて、スティービー・ニックスとリンジー・バッキンハム。リンジー・バッキンハムはなんか別にいいギターです、彼もね。でそしたらね、あのスプリットウッド・マックの、まあいい時代言うとおかしい、売れてる時代が始まったのね。してるの、Dreams とか聞いたことある？ Dreams とか Dreams が、初めてなんか女の子が興味になったの当時だから、もうそのレコードが毎日100回ぐらい聴いたよね。そうだから、あの、素晴らしい版、あの、さっきの曲は、あの古いの、フリートウッドマックのピーター・グリーンが入ってるバージョン。実はこの曲はね、ミスター・ビッグのビリー・シーンとやったことある。はい、やったことある。はい、昔ね。はい、じゃあ次の曲やりましょう。で、この曲はねやったことないやつだから多分失敗するよ。でもやりたいの。でこれはブルーズはね、ブルーズの音楽はね意外みんな思ってる、あの深いの、いろんななんか伝統名シーンあるの。一つの名シーンは7番目の男 の息子がの7番目生まれたの息子がちょっとめちゃめちゃスペシャルなの。聞いたことある？そう、あるの。もう一回言おうか？いいよ。7番目生まれたの息子が、の7番目生まれたの息子がなんかちょっとスペシャルなの。7番目の7番。そう。だけど今、翔くんが一人しかないでしょ。もうダメなの。いやダメじゃないけど、7番目じゃないね。一人しかいない。そう、一人しかないから。だから、男7年生まれないまで頑張るしかない。彼も7年生まれるまでは努力しなきゃ。でもそのみたいな人が特別のパワーを持ってるの、ね。だからそのメシンあるんですけど、それメシンいうの。Amazing, you know? I don't know. だからこの曲は、The Seventh Son の曲。で実は、作った人がウィリー・ディクソン。ウィリー・ディクソンがベーシスト。ベーシストね。で、彼でも、言っても、ウィリー・ディクソンのすごいところがみんな知らないと思うけど、ベースだけじゃなくて、プロデューサーと作曲。そう。ね。有名なブルーズの曲いっぱい作った人。でもそれだけじゃないよ。
あとはブルースの人たちがちゃんと印税が入れるようにめちゃめちゃ努力したりとか。あ、そうなんだ。そう、ウィリー・ディクソンがそれがブルースのみたいなんていうのの権利協会みたいに作ったの。あ、彼はおらんかったらマディ・ウォーターズとかそのあの人たちお金もらってないね。あ、だからお金盗めないよみたいな感じの人、ね、ウィリー・ディクソンね、それは知らなかった。事業やってるやんみたいな感じね。すみません、音楽シーンの授業やってるんですけど。はい、じゃあそのウィリー・ディクソンの The Seven Son、 7番目の息子の曲ね。5コードからいくね。いくよ。ちょっとドキドキするよね。なんかやったことないから、ね。以外ね、これあのね、ブルーズはね、12小節なの。決まってんねん。日本で言うと俳句。俳句わかる？日本人みんな俳句やってる。その俳句の原則あるよね。757でしたっけ？575。でもね、あの原則はあるでしょ。でも多分ね、なんか自分が小学校の3年生の時にね、なんかちょっとしょうもないやつ作ったら、例えば776になったら、先生がいいじゃんみたいな感じでしょ。そういいなよ、そのぐらい許せるよ、大丈夫よと言うでしょ。ブルースもそのもんなの。だから12小節すべて守るのがまあ9割ぐらいのブルースが12小節だけど、このやつがちょっとちゃうねん。だから失敗すんねん。いくね。Taking it from the five chord. One, two, three.
Thank you. Thank you. これで終わるのが好きやねん。ちょっとキモいやつが好き。はい、それは、まあまあうまくいったね。大丈夫だったね。はい、じゃあ次は、なおちゃんでしたっけ。なおちゃん。富士県外なんか自分の一人でお酒飲みたいって。だから、なおちゃんが一緒にやつするの。なおちゃん、スローブルーズも大丈夫。何でも大丈夫。スローブルーズも大丈夫なんだ。じゃあとりあえずなんかミディアムのやつを取りに行きましょう。よろしいでしょうか。よろしいでしょう。 A ブーズやりますね。で、5コードから行くから E7、D7、turn around みたいなやつ。はい、じゃあ行くね。Going to my baby's head. I tried to tell the woman, but she don't believe.
しいな。いや、あと3曲、あと2曲はあるんだよね。大丈夫、そのままやった。後で富士県からちょっとギャラもらってくる。それもないよ。そういうことだってやん。なんで分析できるの。富士県のおかげであんまり言わない方がいいよ。じゃあ、B flat のスローブルーズ、ね、でやりますね。さっきの曲はね、どういう話でしょう。 Bright Lights Big City が、ジミー・リードの曲、やったことあるでしょ。さっきの曲ジミー・リード、ジミーはシカゴの人ねんけど、ジミー・リードはまあ有名な曲非常に多い、ブルーズのヒット曲非常に多い。ジミー・リードが、今の曲は Bright Lights Big City。 どういう話で言うと、自分の田舎者の彼女が東京の街行って、新宿の照明がびっくりして、なんか田舎に戻れないみたいな話。Bright Lights Big City、 Bright Lights Big City went to my baby's head。 頭がおかしくなったのやつね。はい、そのことです。はい、次はまたおもろいやつっていうと、洗濯物屋さんで浮気してるやつね。B flat ね。
getting madder every day. Oh, cool, there we are. What you still gonna sit up a morning as Andy Harata Toma? You better hear my warning. I'm getting madder every day.洗濯物を言ってるやんみたいな感じで洗わなくていいやつ、多分そのままいればなんかやる。次やりますよ。さっきブルースの迷信の話したんですけど、ブルースはいろんな迷信があるの。例えばよくブルースの曲で出てくるのが、例えばそのブラックキャットボーンとか、バッカーボーン、日本語で言うと黒猫の骨、それが持つのがなんかお守りみたいな感じ、ポケに入れてんねん、かわいそう、その猫。その後が、盲杖とか出てくる。盲杖がどういうことかよくわかんない、ね、でもジャン・ザ・カンクルーとか出てくる。ジャン・ザ・カンクルーなんかお守りみたいなのあんねん、よくわかんないですけど、みんなそれ持つといろんなことできるの。なんか女の子が好きになるとか、まあ、ブルースの人たちね、結論を言うと女の子好きになってほしいの。大体そんなないよ、ね、何でもかんでも浮気か女の子好きになってほしいの話ね。でこの曲は、フチクチメンのやつが、でも俺はかっこいいぞみたいな曲なの。フチクチメン、フチクチメンは多分あの黒人もあの時代のスレングで、なんかちょっと女の子と一緒に裸になるやつと思うよ、ね、だから僕はその男やでみたいな感じ。俺男や。はい、じゃあやりましょう。ワン、ツー、エイ。Oh,
me a black cat bone and a mojo too. I got me a John the Kangaroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. Well, take me by my hand. That's when the world gonna know. So shit. That boy was born for good luck, and that you'll see. I got $700. いらん。ベースの仕事できるよ。できるよ。キュリアはちょっと違うと思うけどできるよ。そうですね。キュリア違う。でもいいんだよ。それにも。ギター弾くときね、僕ギターがね、僕45年ぐらい弾いてるんですけど、今日はめっちゃ幸せって感じ。ね、なぜかギター弾いてるやん。そうですよね。最高じゃん。もっといい仕事はあるの？ないじゃん。幸せ、はい、よく何するんでしたっけ。知らない。今出てきたばっかりです。あの紙が全部なくなったんだからね。何でもどうぞ。はい、いいよ。
はい、まずジミー・リードの曲しましょう。うん、E のブルース、クイックチェンジなし。うん、はい、あ、テンポ。言ってももうセックスの話やね。まあ、エッチの話。So, going up, going down, going in, going out. そう、going そう。だから僕若いあの娘が、うん、だいたい7歳ぐらいの時、小学校の2年生の時かな、ギターとアンプ持って行って、今度小学生みんな歌ったの。それちょっと問題になったので、早い成長いくで。そうそう、先生があと1回も呼んだことない。
まあ本当の話よね。なんかあんまりいいお父さんじゃない気がするね。みんな学校の友達見えん。先生がなんかちょっと先生が変な汗が出てそれちょっと問題になったあれね。なるよ。はい。みんなそういう曲ですから。ブルースそんな曲。そう。だから良くないの。振られるか。じゃあ時間も時間だから。あと2曲ぐらいやりましょう。おう。はい。で次はオーメンブラザーズの曲やりましょう。おお。オーメンブラザーズね。はい。で。じゃあ、行くね。ワン、ツThank you.
be your man. Lord, it might be your man. Lord, it might be your man. Lord, it might be your man. Whoa, baby, I just don't know. Oshiyama Tetsuya on the drums. Mecha mecha flamma diddle hui paiyando. Or flamma diddle ogori o boku wa dochi de kyouiku sha desu yo. Para diddle toka flamma diddle toka double stroke o ro zenbu wakaru yo. Name nai de yo. Kyouiku sha dakara ne. Ja, saigo. まあ、オンアンコールあればもう一つ曲がいい。とりあえずね。
she's walking through the clouds with a circus smile.
やりすぎちゅ。はい、お疲れ様でした。